ガブリロフイコールヤム市の紋章ガブリロフイコールヤムは、ロシア連邦ヤロスラブリ州の都市。ボルガ川の右支流、コトロスリ川に沿った町で、州都ヤロスラブリの 45km 南にある。人口は、2002年国勢調査で19,105人。1545年のイタリ生産者セ,セルギー、大修道院による記録には、大修道院の領地の一つとして、 ガブリロボという集落の名が登場する。村の名はガブリールに由来し、ロストフスーズダリ広告の軍駐屯地から7トル離れた場所にあった。1580年の記録では、ガブリロフスキーイコールヤムの名で登場する。ヤムとは、ロシア全土に命令文などを伝えるための駅伝制度の宿駅のことであり、この場所にヤムが置かれていたことを示す。 後にガブリロフ・ヤムスカヤ・スロボナと呼ばれ、さらに18世紀末には、現在のガブリロフイコール・ヤムとなる。1870年代に、繊維工場が建ってから、一村落だった、ガブリロフ・ヤムは、工業の町としての発展をはじめ、1922年8月5日に、都市型集落になり、1938年12月26日に、市へ昇格した。 ガブリロフイコールヤムには鉄道支線の終着駅があり、モスクワとヤロスラブリを結ぶ鉄道幹線からの分岐点までは 20km ほどである。主な産業には19世紀後半に成立したリンネル工場のほか、建材、食品、機械などの産業がある。特に1968年に創立したエイギャット社の工場は航空機エンジンなどの組み立てを行っている。 ありがとうございます。